よろしいでしょうか。はい、お二人ありがとうございました。では最後に皆様のおかげでですね、こうやってまたこのきらびやかなステージに立たせてもらえて、監督ともまたこうやってお会いできて本当に光栄に思います。5回以上見てる方って言います。うわー、マジっすか、すごい、5回、すごい、やばえ、マックスはどこですかね、8回以上のマックスの方いますね。本当ですか。え、マックス何回ですか。12回。毎度ありがとうございます。だって久保田君時代さ、この映画何回見てる。僕そういう処方ダメですよ。でも俺ですら3回だから。今日ね、2時間前にね、予約してた VIO 脱毛に行ってる。本当ですか。レーザー脱毛して、こんなとこで何をぶっちゃけてるんですか。今すごいよ、耳ずばれ状態でね、コンディションが悪いんだよね、下の。 VIO 脱毛って言ってね、やっぱ女性が多いんで通じますね。そうね、やっぱいいですか、脱毛は。やつはいいよ、なんか。本当ですか。お風呂でずっと触りたくなるんで、なんかスルスルしてると思って。まあ映画の話しましょうね。何の話ですか。久保田さんがちょっと興味持ってる感じがね、今聞いてましたからね。どの悪行が一番ご自身嫌だなと思いました。いや、やっぱ無理やりキャバクラに連れてくるのはどうかと思いますよね。それですか。あれをやっぱ見せつけられちゃうとね、どうしてもこうね、チリリリリンっていうのは、あれはないだろうと思いますけど。本当にやってるんですか。本当にやってるけど、なんか新井君にちゃんとこうやってずっと乳首ディン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 やるんだよって言ったんだけど、なんか微妙にね、乳首をこうやってやってたって、なんかそのやられた方はなんか言ってた。微妙にちょっとずらして、微妙に新井さんは優しくて、優しちょっとだけずらしてくれて、だから私乳首弱いからすごい助かりましたって言ってたもん。なんか新井さんが優しいっつって、それを久保田さん横で見ていて、何の話。すごいな、すごい、いや、さすが経営ですね。真面目な人ほどこう、なんでしょうね、それを発散する場所をどこかやっぱ見出せなかったり、なんか仕事の顔と裏の顔というかでなった時のこう、自分で自分が分からなくなったりっていうのは、正直自分もそのこの仕事をしててちょっと分かるなと思って、自分が何者なのか分からないというか、ふと休みになった時に何してるのか分からないとか、なんか自分の欲って何なんだろうとか、そういうのが分からなくなった時にどこかやっぱ爆発するんですよ。あの感覚はちょっと分かりますね。表の顔と裏の顔ってやっぱりでもあんまり誰でもありますよね。逆に言うと、その裏の顔と表の顔がないやつが、託児みたいなやつが、逆に言うと世の中から見ると大人になれよって言われる、素直なはずなんだけど大人になれよって言われてる人で、使いやすい仕事できるやつっていうのはこう二面性を持ってるっていうのが、結局そっちがスタンダードな感じなのかなって気はするかなと思って、あ、人ちょっと合わせる癖あるんで、なんかなんだろうな、本当はこうなんか裏ですっげーうわっとか思ってる瞬間とかやっぱあるんですよ。それを客観視した時に、うわやべえ今最悪な人間になってるみたいなのは感じる時あるから、結構数ない近いですね。今急に喋るの怖くなってきました。あ、本当ですか。はい、まあ、だから本当にね、年齢も年齢ですし、今年30になるので、ちょっとずつ本音をもっと、まあ、本音で生きてますけど、今でもね、こうもっともっと本音をさらけ出して、まあ、なんか毒キャラにはならないくらいな、ちょうどいいところで生きていきたいなと思います。何の話だっつってね、すいません、本当にも。